こんにちは、えー、今日はコンデンサーの直列接続を考えるよ、えー、まずは前回のおさらい並列をおさらいしたいんだけども黒板を見てみよう、えー、並列接続っていうのは二つのコンデンサー共通点があったよね電位差が共通だよね、えー、そしてこれ一つに置き換えた C と書いたのが合成容量なんだけども合成容量いくらかな並列の場合は単純に足し算でよかったよね合成容量は 各コンデンサーの電気容量 C+C と表すことができるこれが並列なんださあ今日は直列接続の合成容量を考えようねさあ今日はコンデンサーのね直列接続を考えるんだけどもまずは黒板を見てみよう。今 C1C2 ね電気容量 C1C2 のコンデンサーを縦に並べてつないだこれが直列なんだけども一つ大切なことを言うと最初いずれのコンデンサーにも電荷がなかったこれが最初の状態だと書いておきたいんだけども C1 はゼロクーロンゼロクーロン C2 も上の極板ゼロクーロン下の極板ゼロクーロン これが出発点だっていうのを覚えておいてこの状態から電池をつなぐとさあどうなるかな電池をつないだ v トの電池をつないでまず全体にかかっている電圧は V なんだけどもそれぞれのコンデンサーの電位差電位の差は上のコンデンサーつまり C の電位差は V そして C の電位差は V としよう。としよう。電位差は異なるんだけども実は共通点があるんだ。 何が共通かなえまず上のコンデンサーの帯電量はどうかけるかっていうとさあ上の局番プラス9下の局番マイナス9だったとしよう。えこの瞬間に C の上の帯電量決まるはずだよね。なぜかっていうとえ最初の図に戻りたいんだけどもこの部分孤立した状態だよね。外部と連絡がない えまさにこれって電気的に孤立だよねいいでこの孤立部分の合計はゼロだよねえ。合計を書いておくと孤立部分の電気量はゼロクーロンだった。そしてえ電池をつないで電荷が蓄えられているんだけどもこの部分の合計はゼロであることには変わりないよね。っていうことは。 この部分なんだけどもまず上がマイナス9だったということは必然的にここに蓄えられる電気量合計ゼロであるためにはここプラス9にしかならないよね。さあそれがが出るよえこちらプラスというともちろん向かい合わせス9と表すことができるえ。つまりこの孤立部分の電気量がゼロであるためには C と C の帯電量は結局同じだと。 これがまさに直列なんねえつまり直列は2つのコンデンサー何が共通かな耐電がが共通だというのが分かるよね並列は電位差が共通だったけども直列は対電量が共通だとさらにさらにこの2つのコンデンサーを1つに置き換えるっていうことを考えよう。どういうことかっていうと電池があってそれに こうやって一つのコンデンサーに置き換えられたらとっても便利だよねその置き換えた電気容量を C とこれがまさに合成容量ということになるんだけどもこれが一体いくらかなと電池の起電力はさっきと同じ V ボルトみんな考えてほしいのはじゃあこの一つに置き換えたコンデンサーの電気量つまり Q がいくらかな 上のコンデンサー9で下のコンデンサー9全体でって言った時によく勘違いするのが上9下9合計で2級かなって思っちゃまずいんだそもそもこの部分は電荷がないよね合計ゼロだとだから全体で蓄えられている電気量は Q クロンしかな,いよ、ね、なぜかっていうと電池の運んだ電気量を考えてほしいんだけども電池は電荷を運んでるよね。 それどこに行ったかなっていうと上の局番に入り込んできた結局電池の運んだ電気量はプラス9だけだよね。っていうことは全体に蓄えられている電気量もプラスの9しか蓄えられていないところなつまり直列っていうのは一つ一つのコンデンサーの電気量は同じだったんだけども全体というか一つにまとめた帯電量も全く同じだよね。 そこ注意してよいいもう一回言うよ直列は一つ一つの対電量と全体に蓄えられている電気量は同じなんだとさあ,あとは、えー、合成容量が知りたいんだけどもまず注目したいのは電位差なんだけども一つのコンデンサーに置き換えた時の電位差 V はいくらかなっていうとこの元の、ね、回路を見てほしいんだけども一つ一つの電位差 V と V の和に等しいよね。 えつまり電池の電位差は V と V の和であるはずだとえそれを書くと V1 V2 すこれが成り立つよねえこれ書き換えていきたいんだけどまず V いくらかなこのコンデンサーの、ねえー、Q=CV イコール C v を書くとえもちろん Q=CV イコール C v が成り立つわけだから電位差はっていったら C 分の Q と書き表すことができるよね。V1 はどうだろう えこの上のコンデンサー電気容量 C なんだけども、えー、上のコンデンサーの電位差はっていうと C と Q 使って同様に C 分の Q と表すことができるよね。えー、もちろん V 分かるよね。分のとと表すことができるもう分かるよね。そうすると全ての式に Q がついてるから消去できるよね。 つまり直列は合成容量の逆数がそれぞれの電気容量の逆数の和として表すことができるこれが合成容量の公式だということになるそれがここに出るよ直列の合成容量なんだけども合成容量の逆数が各電気容量の逆数の和に等しいんだこれしっかり覚えよね。 では練練習習やってみようね練習図のように電気容量が C のコンデンサー C1C2C3 つまり3つとも電気容量同じ C ねえそして起電力 V の電池スイッチ S を接続したといずれのコンデンサーもじめ電荷がなかったとするはじめねどのコンデンサーも電荷がなかったこれ忘れないですね。えそして1番 えコンデンサー CCC の合成容量を求めなさい合成容量を計算する一つのコンデンサーに置き換えるという話なんだけどもまず C と C はこれって並列だから一つに置き換えられるよね。え書き換えると C と下2つ一つにまとめよう。えもちろん C の電気容量は C に対して。 下ののコンデンデサーの電気容量いくらかな C と C 並列並列は単純な足し算でいいよねだから下のコンデンサーの合成容量 2C だよね。いいでそうするともちろん今度は C と 2C が直列だというのが分かるよね。直列だからこれをさらに一つに置き換えよう。 1>, 1つに置き換えた電気容量 c' と表してこれが一体いくらかなと、まあ、こうやって全部ね書いていった方がいいと思うんだけどもえもちろん合成容量 c' はえ合成容量ね直列の場合は逆数の和だよね。え合成容量の逆数は c 分の 1+2c 分の 1, 1と表すことができるこれが直列だよね。え通分すると 2分の2たす1と表すことができるわけだからということはこれで合成容量は3分のと表すことができるいい、ねえー、まず並列は単純な足し算直列は合成容量の逆数が各電気容量の逆数の和に等しいそれで計算することができるよね。さあ続いて括弧にやってみようね。えー括弧に C1C2 に蓄えられた電気量を求めようと、えー、問題文にスイッチ S を接続したとあるのでスイッチ S をつないださあその時に C1 と C2 の帯電量はいくらかな例えば C1 の帯電量プラスの9マイナスの9と表した時にまずこれがいくらかなこれから先に計算したいんだけどもどうやっておくかな。えー、すでに 1> 1つのコンデンデサーに置き換えてあるよねちょっと確認したいのはまずこの下2つを1つに置き換えたんだけどもその時に耐電量を書こう上のコンデンサーはもちろんプラス +9+9 と書けるということは 2c の耐電量は上と同じだよね直列だからプラス +9+9 は間違いないよね。さらに1つに置き換えたこの回路で電池につなぐって。 めちゃくちゃ単純な回路だよねえもちろん電池の起電力 V で一つ確認したいのは直列っていうのはそれぞれの耐電量と一つに置き換えた耐電量は同じだよねえつまり一つにまとめた耐電量だってプラス Q マイナス Q なんだよっていうことは合成容量すでに計算済みだから Q 計算した瞬間に 1> c 1の、まあ、これもそうだけども C の帯電量は計算できちゃうの分かるよねこのプロセスをしっかりだだけなんだそうするとまず一つに置き換えた帯電量は一体いくらかな合成容量をかける電池の起電力と表すことができるよねするともちろん C' は既に計算済み3分の2 c かける電池の起電力どうだろう これがまさに C 一の対電量だね。一応書いておこう。今求めたのものが C 一の対電量だなっていうことになるわけだ。え次に C 二だよね。じゃあこのコンデンサーに蓄えられた電気量はっていうと、えラージ Q と区別してプラスの小文字でスモール Q と表しておこう。えこのスモール Q が一体いくらかな何が知りたいかなっていうと、C 二にかかってる電圧が知りたいよね。 そこでもう一回ちょっとたどっていきたいんだけども C と C はまとめたものがあるよね。このの部分の電位差が分かる例えば今この部分の電位差を V' と表したとするよね。もちろん V' こちら側にかかっている電圧も同じ V' なわけだから V' さえ分かれば smallq は q=cv イコール C v で計算できる。 え実ははすでに Q は計算済みだよねえ下の 2c に注目しよういいこの 2c のコンデンサーに注目するとえもちろんこの 2c に注目して、Q、イコール2 c かける v が成り立つの分かるよね。え Q、はさっき求めた3分の 2cv だからイコール2倍の cv' が成り立つということは両辺にある 2c は消去できるので よって v ダッシュは3分の 1v と表すことができるよね。ここまでいいかな。えつまり v ダッシュ今この c にかかっている電圧を q イコール c v で計算した瞬間にさ最初に戻ろう。c 2 c 2にかかっている電圧ももちろん v ダッシュだよねえ。今知りたいのが c 2の電気量。えスモール q と書いたけどもスモール q は 電気容量 c かける。今求めた電位差を掛け算したものだとえ、v ダッシュは1 3分の 1v を代入すると1 3分の1 cv クーロンと表すことができる。これがスモール Q だなっていうのはわかるよね。いいかなえー。結局、このこ問題のポイントなんだけども、3つのコンデンサー1つに置き換える。そのプロセスをしっかり掴むと各コンデンサーの電気量も計算できるのわかるよね。 さ今日のまとめなんだけども今日は直列を考えたよねえもう一つ図を見てほしいんだけども一番最初の状態2つのコンデンサーいずれも電荷がゼロこれがスタートだよねえこの状態から電池をつないだときに共通点は電気量が共通となったよねえさらに1つのコンデンサーに置き換えたこれが合成容量なんだけども大切なのは1つのコンデンサの耐電量は それぞれぞののコンデンデサの帯電量と同じだよね。えそして合成容量はこの公式合成容量の逆数は各コンデンサーの合成容量各コンデンサーの電気容量の逆数の和に等しいなとこの公式しっかり覚えようね。